どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ポイントサイトモッピーからマリオットボンボンホテルポイントに交換開始ということで、こちらね12月の16日からねポイント交換が開始になるわけなんですけども、気になってる方もね多いかなというふうに思いまして、今回ね動画解説やっていきたいというふうに思います。でですね、先に結論を言わせていただくとですね、正直ポイントサイトモッピーからマリオットボンボンホテルポイントにね交換するメリットってのはですねかなり少ないかなというふうに思っております。ですので、もしね利用されたいなと思っている方はですね、この動画ね最後までチェックしていただいて、ぜひね検討していただければなというふうに思います。でですね、先にポイントサイトモッピーの話をねさせていただきますので、この部分がね不要だというふうに思う方はですね、ちょっと申し訳ないんですけども、動画の概要欄にですね目次機能載せておきますので、この部分ね飛ばしていただいて見ていただければなというふうに思います。でですね、私の動画のチャンネルではこのポイントサイトモッピーっていうのはですねお勧めしておりません。というのも、ポイントサイトモッピーっていうのはちょっと前にね話題になったんですけども、ポイントサイトっていうのは経由して、まあ、クレジットカード発行するなり なんかのねショッピングだったりね、まあ、いろいろ経由して利用するわけなんですけども、まあ、その際にですねポイントがつかないっていうことがね、まあ、たまにあるわけなんですよね。まあ、これはいろんな状況でね、まあ、ポイントがつかないっていうことはあるわけなんですけども、まあ、利用者側からするとこのポイントサイトにポイントがつかないってなるとですね、私たち利用者側は問い合わせするしかないんですよね。で、問い合わせしていただいて、ポイントサイト側に調査をしていただいて、まあ、本当にね経由して利用しているのであれば、まあ、調査した結果ポイントがもらえるっていうのはね、まあ、一般的な話なんですけども、このポイントサイトモッピーっていうのはこのお問い合わせがね非常に良くないんですよね、対応が。まあ、どのようにね対応が悪いのかっていう話なんですけども、まずねお問い合わせしますよね、返信返ってこないんですよねいやこれね本当にね良くないと思います。まずね自動返信、まあ、今はねちょっと変わってるかもしれないんですけども、私がね昔利用してた感じだと自動返信とかねそういう制度はなくてですね、問い合わせをして返信がないっていうことは、まあ本当に調査されているかどうかもねよくわからないっていったね感じにもなりますし、またね何度も問い合わせをしても返信がなかったりとかね、こういうことがねあるわけなんですよね。ですので私自身はですね、このポイントサイトモッピーね最高ポイントとかね結構出しているポイントサイトではあるわけなんですけども、まあ、私の動画を見てですね利用された方が、まあ、こういうね嫌な思いっていうねされると、私もねとても残念っていうふうに思いますので、紹介もしておりませんし、おすすめもしてないっていった感じになるわけなんですよね。ですけども、まあ、今回ねマリオットボンボイポイントでね交換が開始になったということで、気になってる方もねいらっしゃるかなというふうに思いましてですね、解説をねしていきたいなというふうに思っております。それではね本題の方入っていきたいなというふうに思うわけなんですけども、ポイントサイトモッピーからマリオットボンボイポイントへのね交換が2020年12月の16日の12時よりね開始になるっていった感じになっております。でですね、ポイント交換レートはモッピーポイント1ポイント、マリオットボンボイホテルポイント1ポイントにね交換できるっていった形になっております。交換手数料は無料というふうになっておりまして、交換日数は1日から2日でねマリオットボンボイホテルポイントに交換できるっていった形になっております。交換可能ポイントについてはですね、1000ポイント、3000ポイント、5000ポイント、1万ポイント、3万ポイント、5万ポイントっていった感じになっておりまして、このポイントの区切りでねポイントが交換できるっていった形になっております。でですね、注目していただきたいのはポイントのね交換レートなんですよね。モッピーポイント1ポイントをねマリオットボンボイホテル1ポイントに交換できるというふうになっておりますので、モッピーのねポイントっていうのは1ポイント1円のね価値があるわけなんですよね。もちろんこの1ポイント1円っていうことですので、たまったポイントをですね現金に交換することもできるわけなんですよね。でですね、マリオットボンボイホテルポイントに関しては1ポイント1円でね利用できることももちろんあります。ですけども、このマリオットボンボイホテル1ポイント1円っていうのはですね、もちろん利用次第で1ポイント1円の価値が生まれるっていう風になっておりますんで、利用次第ではっていう感じなんですよね。ではどうするのがおすすめなのかっていう話なんですけども、わざわざポイントサイトモッピーからですねマリオットボンボイホテルのポイントに交換するのではなくてですね、モッピーのポイントを現金に交換してマリオットボンボイホテルポイントをね直接購入しましょう。この方がね
お得っていう風になっております。それはですね、モッピーポイントをマリオットボムホテルに交換するのとですね、モッピーポイントを現金に交換してマリオットボムホテルポイントを交換する比較をねしていきたいという風に思います。仮にモッピーポイントがね10万円分あったとしましょう。まあこちらはね仮の話という風になりますんで、まあ、ポイント数はねいくつでも同じなわけなんですけども、一応仮でね10万円分あったっていう感じで解説していきますね。モッピーポイントは10万円分ということは、マリオットボンボイホテルポイントに交換すると10万マリオットボンボイポイントに交換できるっていった形になりますよね。それでは次にですね、モッピーポイントを現金化してマリオットボンボイホテルポイントを購入した場合ですね、モッピーポイントはドットマネー経由で現金化することによって手数料なしでね銀行振込ができるっていう風になっておりますんで、この状態でマリオットボンボイホテルポイントを購入していくわけなんですけども、マリオットのねポイントっていうのはセールがね行われますよね。2020年12月現在も 50% 増量キャンペーンがね行われてるっていう感じになっておりまして、ここ1年で6回ねセールが行われてるんですよね。まあこちら 50% だったり 60% だったりね、その時期によってまあ違うわけなんですけども、ここ1年はですね 50% から 60%、 まあこちらのねどちらかがいつもねセールの対象になってるわけなんですけども、こちらでね計算していきたいなというふうに思います。通常時はですね、マリオットボンボイホテルポイント購入っていうのはかなり高いっていう風になりますんで、セール以外の時にですねこのマリオットボンボイホテルポイントをね購入するっていうのはお勧めしておりません。でですね、計算していきたいなという風に思うわけなんですけども、2020年12月現在もですね 50% 増量キャンペーンがね行われているっていう風になりますんで、こちらでね計算していきたいなという風に思います。 50% 増量で7万5000ポイントを購入するとですね、937.50ドルでね購入できるっていった形になっております。でですね、 50% の、ね、増量が入りますんで、937.50ドルで11万ポイントがね購入できるっていった形になっております。でですね、支払いに関しては 937.50ドルっていう風になりますんで、こちらね為替のね影響が受けるっていった形になっておりますんで、この動画ね撮影させていただいているのが12月の12日っていう風になりますんで、今の為替レートがね104円っていう風になりますんで、こちらでね計算していきたいなという風に思います。またね SPG アメックスなどのクレジットカードで支払った場合はですね、外貨決済手数料っていうのがねかかりますので、約 2% ね増量されるっていう風になりますんで、まあ、104円だった場合はですね、だいたい106円ぐらいでね購入することができるっていった形になっております。 SPG アメックスで決済した場合はですね、 937.50ドルを決済すると99,375円でね購入することができるっていった形になっております。ですので11万ポイントを99,375円でね購入できたっていう計算になりますよね。また SPG アメックスでね購入しているっていった形になりますんで、100円につきね3ポイントが付与されますので、まあ大体ですけども2900ポイントがですね別途付与されるっていった形になっております。ですのでモッピーポイントをですね直接マリオットボンボイポイントに交換するよりですね、ドットマネー経由で現金化してですね、それをマリオットボンボイホテルポイントのポイント購入セールでですね購入した方がお得になるっていう感じなんですよね。モッピーポイントねそのまま交換すると10万円分がそのまま10万ポイントになるわけなんですけども、ポイント購入セールでね利用すれば11万ポイントがね獲得できるっていった形になりますし、まあ、SPG アメックスで決済すればプラスね2900ポイントがつくっていった形になりますし、またね99,375円でね購入できているっていう風になりますんで、お釣りまでね来てしまうっていうね計算になるわけなんですよね。ですのでモッピーポイントからマリオットボンボホテルにねポイント交換ができるようになったわけなんですけども、お得度って意味ではですねかなりね利用する理由っていうのはね少ないかなっていうふうに思うわけなんですよね。でですね、先ほど SPG アメックスでね決済っていう話をさせていただいたんですけども、まあ、先日ね動画で解説させていただいたレボリュートカードってありますよね。こちらね外貨決済手数料はねかからないプリペイドカードなわけなんですけども、こちらで購入するとですね為替レートが104円であればですね104円で購入することがね
できるっていった形になりますんで、97,500円でね購入することができるっていった感じなんですよね。ちょっと話は変わってしまうんですけども、マリオットボムホテルポイントね購入される方であればですね、このレボリュートカードですね、ぜひこちら発行無料でねすることができますので、こちらねおすすめっていった感じになっております。またねこのレボリュートカードに関してはプリペイドカードっていう風になっておりますんで、こちらチャージが必要っていう風になりますんで、チャージに関してはですねビザマスターしかね基本できないわけなんですけども、 au ペイプリペイドカードを通せばですねアメックスもチャージすることができるっていった感じになっておりますので、チャージに対して満額のポイントがね欲しいのであれば、セゾンアメックスのねクレジットカードでチャージすれば満額ねポイントがもらえるっていった感じになっておりますし、もしね半分にもなってもいいんであればですね SPG アメックスでもチャージして購入することができるっていった形になっておりますので、もしねレボリュートカードで購入するのであればですね、こちらもね覚えておいていただければなというふうに思います。でですねこの au ペイプリペイドカードに関しては、 au のねユーザーもしくは自分銀行の口座を持ってないと au ペイプリペイドね発行することができませんので、この点をね覚えておいていただけたらなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですねポイントサイトモッピーからマリオットボンボイホテルポイントへの交換開始ということで、こちらねかなりね話題になっておりますので、動画解説ね作らせていただいたわけなんですけども、個人的にはですね交換レートっていうのはよくありませんので、まあ、利用するね機会っていうのはねかなり少ないのかなっていうふうに思っております。もしね利用されたいって思っている方であればですね、こちらねよく確認していただいて、ポイント交換するよりですね直接ポイント購入した方がねお得っていう風になっておりますんで、この点をね注意していただきたいなという風に思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいという風に思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。